20世紀を代表する建築物のシドニーオペラハウス。コンサートホールやオペラ劇場、ミュージカルや演劇のドラマシアター、そして小規模なホールなどがあり、年間の公演回数は3000を超えます。世界最大の機械式パイプオルガンのあるコンサートホールはおよそ2800席。ピアニストとしても世界的に有名なアシュケナージ氏。 辻井さんとは過去何度か共演し、二人は気心が知れています。Is that good for you? Yeah. Okay. So, bam, bam, ba. Please begin the second movement for me, okay? Yeah, okay. 30分を超える対局でも テンポやピアノの導入部分を確認するだけで終了です。 オーストラリアの名門シドニー交響管弦楽団とは初共演です。 第一楽章のカデンツァ、ピアノ独奏からオーケストラの入る微妙なタイミングをチェックするアシュケナージ氏。辻井さんはアシュケナージ氏のアドバイスを受け、うなずく動作で サインを送ることにしました。初共演であっても、辻井さんのピアノとオーケストラの演奏は完全に一つになっていました。 間もなく開演。辻井さんはオペラハウスに新たな歴史を刻みます。
Thank you.